Life Travelers Cafe。 Life Travelers Cafe へようこそ。松田美博です。若菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューする Life Travelers Cafe。 このバージョンは僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。質問役はのっちです。はい、というわけで、はい、今回は、うん、前回の放送の終わりの方で、うん、ちょろっと出てきたお話、はい、ホリスティックファッション、はい、についてせっかくなので。そうだよね、多分ね、うん、ホリスティックファッションってこのラジオを聞いてる人のほとんどは聞いたことないんじゃないかなと思っておりますが、じゃあホリスティックファッションの第一人者である、第一人者若菜先生に登場していただきましょう。うるさい、やりにくそうそう、ホリスティックファッションっていうのは、うん、そう、まあ、かなり前から若菜ちゃんがそうだ、ね、うん、やってたんだよね。10年ぐらいになる、うん、そうだね、30ぐらいからやってるから10年ぐらいになりますね。はいはい、何をするっていうか、なんか今でこそね、ホリスティックっていう言葉がまあ使われてますけど、まあ、当時だって全然誰も使ってない時から、ね、確かに確かに、ね、最初ホスピタルだと思う。ホスピタル病院ですか、ホスピタル。本当にびっくりしたよね、本当にこの人が私の本当夫だと思うと本当に時々びっくりする時がある。だからそもそ でもなんでそれが生まれたかっていう話を聞いた方がいいんじゃないですか。そうですね、うん、あ、なんで生まれたか、あ、でもその割と子供の頃から生きることとか人間 の心の動きとかそういったところにとても興味があったから、まあ、いろんな人の、ね、相談に、結構大人の人の相談に乗ったりとか、自分自身でも中学校ぐらいから自己啓発書みたい なんか海外の人のを古本屋さんで買って読んだりしてて、でなんか自分なりになんかそこのやっぱり人間の心とか生き方みたいなところをこう一生かけて、まあ、探求したりとかお仕事にしていきたいなっていう思いがあったんだよね。で、でも普通に大学行って就職はやっぱ地元 の会社にして、まあ、それは親のためみたいな感じだったんだけどやってって、でその後でもやっぱりどうしてもその生きること、心のことを学びたい、やりたいっていう思いがあったので、そこをまあ自分なりに独学でやってったんですよね。で、だから最初は割と内面的なことであったり、まあ、コーチング的プロセスであったり、あとは何でしょうね、心理学っていうのかな、まあ、そういった感じのプロセスからなんか自分なりにオリジナルの講座を作って、それドリームガイドコーチングっていうのを作ったんですよ、20代の時に。でそれをまあご縁ある方々に講座をしたりセッションしたりしてやってたんですね。でだから最初はずっと内面的なことやってたので、でも社会人になった時にその初めて就職した就職先が百貨店だったんですけど、百貨店にいたんだけど私でも洋服しか売ったことなくて、婦人服しか売ったことなくって、その時にブランドとかにいたんだよね。でなんかこうその中での接客であったり、その洋服を通じてなんかみんながこうめっちゃ元気になったり、人生がちょっとキラキラ変わってったりとか、お客様のねしていく様子がまあすごく面白いなっていうことがあって、で人に何か選んであげるとみんながすごいハッピーになって、私も選んでってくるから、あ、これはなんか遊びとして楽しいなって思って、なんかそういうのと、まあ、二足のわらじじゃないけど同時にやってたんですよ。でそんな20代を過ごして、でミヒとの出会いからある講座、毎年年2回やってる講座があるんだけど、でそこでなんかね講師養成講座みたいなやつだったんですよ。でなんかこう1回60人ぐらい来るのかな。で最初はなんかプロのカメラマンさんが一緒に来て、で皆さんこう講座終わった後に講師になるから、プロの講師として活躍するから、そのためにプロの写真家さんが
まあ、プロフィール写真なのかな、うん、を撮るっていうようなそういうコーナーがあって、でその時にあの私の周りの人、まあ、同じ部屋の人だったのか、うん、近い人がですね、あのちょっとメイクしてよって言われてあいいよって言ってなんかこうメイクしてあげたのね。でそれを見てた同じ部屋のもう一人の人が、え、私も私もって言って、でメイクしてあげたのね。でそしたらその部屋の全員の人がみんなメイクしてって言われて、メイクしてあげてみんな写真撮ったら、みんな今までと全然違う感じで写真に写ってるから、それを見た周りの人が私も私もってなって、そこからなんかもう一回本当に 3,40 人を2時間ぐらいであのメイクするっていうイベントになっちゃって、別に私メイクの資格を持ってるわけでも勉強したわけでもないし、雑誌とかも別にメイクの仕方とか勉強したわけしてないから、本当に独自のもので、どちらかというとその人の心とか話をしながら、その人に見えた光とかイメージをメイクにしていくっていう、こうキャンパスに絵を描いていく感覚でメイクをしていくんですよ。でそうすると本当に5分10分なんだけど、人によって本当に涙ボロボロ流していく人もいるし、なんか一つ人生の悩みがこうなんかこうなくなったわみたいな感じで、すごいエネルギーがみんな10分ぐらいで変わっていくのね。だからそれをみんな見ていくから、なんか全然みんなメイクしたいみたいになって、でそんななんかあの機会を過ごさせてもらってから、なんかそれまでなんかこう内面でやっぱり本質的にその人自分の生き方みたいなのを見て変えていくことが、まあ人生をよりよく生きるために大切だと思ってやってきたんだけど、でも内面だけでやっていくとすごく時間がかかることもある。で人によってはやっぱり人の手を借りないとなかなか自分でそこを突破することができない人たちもいるっていうことを割とこうやってきて、うん、思ってたことがあったから、なんかこのメイク5分10分でしていきなりなんかもう3回セッションした後みたいなエネルギーになってるっていうのが私にとってはすごく面白くて、そうなった時に、あ、内面と要は外側の外見と目に見えないエネルギーっていうのは常になんか交互に関わり合っていて循環し合っていて、だから内面だけやってもダメだし、なんか外見だけやってもダメだし、エネルギーだけやってもダメで、なんか全体的にやっていくと、もうあっという間に自分を生きるってことができるんだっていうふうに、そこで分かって、で、そこから、ホリスティックって、まあ、統合的、包括的っていう言葉だと思うんですけども、ホリスティックファッションっていうものを作って、あの、内面のセッションでしっかりと自分の軸を見出して、でなんか自分の今の一番大切にしたいことをしっかりクリアにして、じゃあその大切にしたいことを大切にした生き方ができるようなファッションを、今度はなんかこう大事にしたい言葉をね、ファッションに翻訳していくの、うん、あ、これだったらこの生き方がしたいんだったらこんな色だよねとか、じゃあこのアイテムはこんな風に力をくれるからこれを足したらそうなるよねみたいな感じで翻訳したファッションを皆さんにご提案していくと、またねものすごい勢いでみんなの人生が動き出したんですよ。っていうのを、まあ、あの本当に口コミだけでさせていただいてたっていうのがホリスティックファッションです、うんうん、ちょっと長くなったけど。なるほど。でもまあ今はねあの忙しくてなかなか時間もないと思うんですけど、うんね、うん、でもまあ昔はそれで結構されてて、そう、本当になんかみんな、もう僕もそんなね見させてもらった機会が何回かあったんですけど、うんうん、本当にみんな表情が変わったりとか、ね、すごいよね。ノッチが前フィードバックしてくれたことで、うん、あのすごくね面白かったのは、うん、なんかノッチのも何回か選んでるんだけど、うんうん、あのノッチが言ってたのが、なんか半ズボンの、うん、なんつったっけ、丈5センチ変わるだけで人生変わるのよって私から言われたことが、うん、すごく心に残ってるっていうのを何年か前になんかでね聞いたんですよ、うん、でもそういうことなんだよね。どういうこと？いやだからなんていうの、何気なく着ているものとか身につけているものとか、うん、まあインテリアもそうだと思うんだけど、うん、それはなんか本当に自分の意識次第で、うんうん、なんていうの、いくらでも自分のお守りになるしパワーになるし人生を変える一つの在り方になるっていうこと、なんかそれをすごくのっちなりに気づいてくれたんだと思って、ちょっとすごいなと思った、うんうん
もそのちょ前回 の, あの放送 の,、うん、あの伏線を回収に行くような話なんですけど、はいはい、あの三浦さんのバッグがごちゃごちゃだみたいな話で今のカットではないですもう前回放送してますから。あ、そう。それがちょっとワカメちゃん的にはホリスティックファッション的にはそこがみたいな話だったじゃないですか。 あ、そうだね、あれはどういうことだったんですか。あれはあんま考えてないんだけど。でもバッグとはっていうところだよね。あ、バッグとは何の象徴なのかっていう、今の自分のライフスタイルと自分の状態かな。だから今さ、ノッチはさ、あの前は多分普通に手に持つバッグだったと思うんだけど、うんうん、あのスペインに一緒に行くようになってから、うんうん、あの初めてリュックを買ったじゃない。そうですね。でそこからもうずっとリュックでしょ、うんうん、リュックっていうのはあれ、まあ、リュックですね。リュックだよね、うんうん、だからそれはもうもっと両手をなんていうの、自分の人生の好きなことをするためだけに使いたいからそういう風にしたんだよね。前は一つは社会にちょっと足半分突っ込んでたわけだから一つの手でバッグを持つような感じのものを持ってて、うんうん、なんだけど もうそういうのじゃなくて両手を自分のためだけに使いたいみたいな、うん、そういう心の表れからあのリュックになったんだよね、うん、だからそこから多分あの住む場所とかあとは働き方とかなんかこう関わり合いの中とかも多分変わってきてると思う、うん、そんな風にバッグって結構表してる、うん、でミヒの場合は、うん、あのこんなに移動していろいろ変化しているでしょう、うんうん、であの洋服は基本私が選んでるんだけど、うん、でもなんかバッグもあの本当に旅先で素敵なバッグに出会うことも いくらでもあるし、まあ、変わっててもいいぐらいなんです。こんだけ、ね、住む場所もすごい変わってるわけだから、うん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 、なのにね、あれ何年前だろう、あ、結構前だよね。6、7年前のバッグを使ってるの。それはだから若菜がバッグを買ってくれないか、ね、そういうことじゃないでしょ。私一応ね買ってるんですよ、うん、で買ってるんだけど、うん、まあ、それはねなんかところどころで使うんだけど、うん、でも基本仕事道具を入れるのはあの古いバッグなの、うん、であれって、うん、ミヒにとっての象徴だなって私思うんだけど、うん、本当に仕事、ミヒにとっての人生が割と仕事だから、うん、であのバッグは仕事を表してるのね、ミヒの働き方、ね、まあちょっと個人セッションみたいになるかもしれないんだけど、あのバッグね使いたくないのよね。でしょ。そうなんですか。そうなのよ、長く使ってるでもなんかなんていうのかな、他のいいバッグが見当たらないっていうか、っていうのがまあ今の状態、今の状態が、まあ、バッグにおける今の状態。それはどういうことなんですか。もうそのままだよ、そのままで、まずね、あのいろいろ自分も変化してるし周りも変化してるし働き方も変化してるし、やってることも全然違ってるのに、もとも自分がなんていうの、大事にしてるというか、こうせねばならないと思ってる働き方に対しての価値観が変わってないってこと、6、7年前と。だからそのバッグを持ち続けてるのね。でそのバッグはだけど愛着もないし、もう自分にフィットしないって、あの買った時はすごい素敵なバッグだったから気に入ってたんだけど、うん、もう色も褪せて、うん、全然今の自分にフィットしないわけ、うん、なんだけど分かりながらも次の自分が夢中になれるような、あのなんか仕事であったりとかやりたいことがなかなか見つけられずに、今までのこの流れのままのやんなきゃいけないこととか、やりたいと思って始めたことの作業とか、そういったものを引き続きやってるっていうのが今のミヒ。それが全部バッグに現れてる。バッグ捨てようも今日これどう、いいアイデアだと思わない。いや私は別にいいと思うよ。バッグ捨てたらどうなるかな。いや、じゃあパルコに行きましょう。パルコ新しいバッグを買いに行ってんの。パルコで売ってんの。売ってるでしょ、いっぱいバッグ。パルコじゃダメなんですか。いや、どこでもいいんじゃん。それね、どこ、何とかどこじゃない。じゃなくて、なんか、ピンとくる自信がないっていう。へー。今じゃあさ、はいはい、仕事においての今の自分の心情とか状態をちょっと言葉にしてみて。脱したいって感じだね。ちょっと次の新しいサイクルに行きたいっていう感じ。なるほどね、うん。それは結構何年も続いてるよね。そうなんだよ。うん、多分あのバッグが悪いみたいな。バッグの呪い。失礼な、あれ友達のところのバッグなんだから。大沼でしょ。大沼。山形、今は亡き大沼デパート。大沼デパート。すごいな、山形の老舗なんだから。うん、バッグのせいだったんだこれは。
違う。何か言ってやってる。返す言葉がないから何か言ってやってる。でもこれホリスティックファッション的にはじゃあ三浦さんのバック問題はこうどうしていく。ああそうそうそういうの知りたい知りたい。でもそれもなんか結局自分がどうしたいかなのよ、うん。だってそんだけ気に入ってなかったら最初から自分でこれ使わないっていうことだってできるし、本当に着ない服は着ないはずなの。なのに。あのバッグはいつも自分で勝手に持つのよ。中身ぐしゃぐしゃにしていろんな塩類とかあの、ね、たまにも私もなんか見るに耐えかねてっていうかもうなんていうの他のものがすごいこう綺麗な感じのねエネルギーの中に何か滞りを感じると思うとそのバッグなわけで、あこれだと思ってあこれは大変だと思ってあのもう時々私綺麗にねあのバッグ入れ直すんだけど、うん、そこで出てくるのは本当に5年前のなんかの紙切れとか、うん、そんな入ってないですよ、ね、入ってんのそれは持ってる持ってないからもうそんな感じなのねじゃあ全部あのポケットいっぱいあるけど何入ってるか分かる見て分かんないでしょ分かんないよもうねあれなの持ってるよそれ頭痛薬とかあ頭痛薬入れてるぐしゃぐしゃになってなんかもうペロペロになってもうの何これみたいな状態じゃあエネルギー的にはもう5年前のエネルギーが入ってるってことで入ってる5年前を生きてるわけなるほどそれを自分で選んでるわけ、うんうん、それ他のものが見つからないと思ってでもそれが一気になくなると不安でしょ今までやってきてることだし、うん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 、やり方が今までやってきたやり方だからだからいつまでも手放さないわけもう捨てよ捨てましょう多分バッグが悪いんだこれそう思いたいならそう思ってていいよでもバッグ捨てたらどうなるかなちょっと交互期待じゃねこの次の展開そうですねなんかもうバッグのラジオみたいになってる今週のバッグっていう面白いじゃあ今週今日バッグ捨てて来週どうなってるか、うん、そうちょっとこれ楽しみですね、はい、そんな感じのバックトークでした、はい、なるほど、はい、でもこのバックトークだけど今ホリスティックファッションっていうのはバックだけじゃないわけだから、うんうんまあ、全てにおいてですよ、ね、だ靴はどういうなんか人生においては何なのかとかあとは何だアクセサリーはどういうものかなんか全部あるらしいんだよねうんで決まったものはないのよ、うんうん、もうこれは感覚的なものでその色とかもなんかこう心理学的にこの色はこういうことを人間に影響を与えるとかっていうそういうあの知識学問的なものではないので本当にその人の感覚だからその人にとって本当にリラックスする色が赤だったりする場合もあるしだから自分にとってのっていうこの感覚がすごく大事でだから自分にとってこの白い T シャツは何なのかでや、全てが決まっていくわけ。じゃあ自分の中の意味付けっていう。そう、意味付けと自分の中の感覚にしっかりとあの覚醒しているというか自覚できているようなそういう状態をまずは作っていくっていうことがなんかみんながこう普段大切にしていくと。あの別にホリスティックファッションをしなくても、うんうん、あの日々の人生が結構ね変わってくると思いますいやでもこれなんか今のさこのラジオでさセッションみたいになっちゃってるけど、うんうん、あの本当に変わるよね人生きっと、うんうん、ホリスティックファッション受けたらでもさミヒさ、うん、付き合う前から私やってるじゃないですか、うんうん、なんか変わりました変わったでしょさ変わったでしょ人生まあ、人生は変わるものじゃん別に受けても受けなくても変わるもんだけどなんかホリスティックファッションを受けて変わったことはある あります白いスーツを着なくなりましたね何白いスーツ確かにいやそうじゃなくてありますあります白いスーツいや白いスーツ着てたじゃない白いスーツ着てた最初ホストみたいな感じだったよね私初めて会った時はホストの人みたいと思った今はチャラオだったよねそれが今はみひろさんっておしゃれだねって言われてそういうことじゃないんだよそういうことじゃないんだよ本当にねどっち言ってやってもう私は疲れたよ洋服のセンスがいいですねって言われるからもう何も否定しないでおいてちょっと、やる人間違えたかもしれないエネルギーをだいぶ注いできたんだけど間違えたかもちょっと人生
いやでもこれ本当でもみんなやった方がいいなと思うけど、うんうん、もう受けれないわけでしょ。そうですよね。ちょっと余力がね、うん、他のしかやってないわけ。あとはそのあこの人今ホリスティックファッション必要っていう人はいるの、出会った人で。その人にやりたいなと思って、うん、ある時期までは完全予約制で紹介制でやってたんだけど、それが予約が入ってると、もし本当に目の前に出会った人でこの人今やんなきゃっていう人が現れた時に予約が入ってたら、うん、それはできなくなるじゃん、うん、それは多分なんか私がしたいことじゃないなっていうのを途中で分かって、うん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 、それからちょっと一回予約は、ま、待っててもらった方もいたんだけど、うん、まあちょっとやめて今は本当にあこの人っていう人にやっていくっていうのをやってる。だけど、うん、私しかできないじゃん。そうだよね。でも受けたいっていう方も実はすごくありがたいことたくさんいて、うん、だからなんかこう講座、講座っていうの、なんか誰でもできるように。ホリスティックファッションができる人を作りたい。そうそうね、うん、そう、その試みはね何年も何年も何年もかけてやってるんだけど、うんうんうん、大丈夫、バッグを捨てればできるようになる。本当ですか。そういうことじゃない。ちょっとね、ちょっと間違えたかもしれない私。何を間違えた、エネルギーをかけてきたのかしら。ということで、今日の魔法の質問は、逃げよう、逃げようとしてません、ちょっと。魔法の質問は、どんなバッグが欲しいですか。今マイクに今近づいて、自分だけ逃げる。はい、ライフトラブラーズカフェは毎週金曜日にお届けしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読ボタンを押してください。また僕たちでライフトラベラーラウンジというオンラインサロンをやってますので検索してみてください。それでは良い週末を。ライフトラベラーズカフェ。